ターボファイルは1986年にアスキーが発売したファミリーコンピュータ用の外部記憶装置。後に改良版やシュ版も作成された。なお、ターボファイルの商標権はアスキーが CSK セガ参加にあった時期にセガへ譲渡され、その後セガと経営統合したサミーがアスキーの周辺機器事業を引き継ぎ、ターボファイルの名称の外部記憶装置を発売する。 電源として、乾電池を使用する。乾電池の容量がなくなると、ターボファイルギガバイト、ターボファイルアドバンスを除きデータは、消える。乾電池の交換時の電源は機器に内蔵されている。コンデンサによるが、コンデンサは、ごく短時間しか持たない。1986年発売、64キビットの SRM を内蔵している。それまでファミコンの外部記憶装置は、 ファミリーベーシックに接続使用するデータレコーダーしか存在しなかったが、本機の登場でスピーディーかつ容易にデータの外部保存が可能になった。対応ソフトは、第一弾のキャッスルエクセレントをはじめアスキーのソフトが大半だが、ダウンタウン熱血物語のように他社製のソフトも一部対応している。ファミコン直結用とアスキースティックツーターボ用がある。複数ソフトでのデータ共存は、 不可能ではないが制約がある。サイズ 72X72X39、ウィザードリーシリーズでは、育てたキャラクターを、他のウィザードリー作品に転送する目的で使われた、他、ロムカセットに内蔵されている、バッテリーバックアップでは、データ消滅の危険があるため、安全策として使用するプレイヤーもいた。1989年発売、ファミコン用、 バンク切り替えを付加し、記憶容量が4倍になる。4つのバンクに、それぞれ1つずつ、別々のデータを保存することができ、ターボファイル側に設置されているスイッチでバンクを切り替えることにより、記録、読み取り先を変えることができ、ベストプレイプロ野球であれば、複数のリーグ戦を同時進行できる。拡張ポートがある。サイズ 98X95X41。 1992年発売。1990年に発売開始されたスーパーファミコンは外部接続端子の形状がファミコンと異なっており、そのままでは従来のターボファイルターボファイル2がスーパーファミコンに使用できないことから発売された変換機である。スーパーファミコン本体とターボファイルターボファイル2の間につないで使用する。ウィザード DV ではファミコン版。 i2-3 で育てたキャラクターのデータを転送させるために用いられた。しかし、この方法でファミコンからスーパーファミコンへのデータ移行を実現したのはこの一作のみであった。その他、ターボファイル2、ターボファイルアダプターに対応したスーパーファミコンソフトにはダービースタリオンなどがある。ターボファイルツイン。左のスイッチはバンク切り替えスイッチ。右のスイッチは プロテクトスイッチ1994年発売、スーパーファミコン用のターボファイルである。ターボファイル側のスイッチ切り替えにより、スーパーターボファイルモードとターボファイルモードの2つのモードを切り替えることが可能であり、ソフトがどちらのターボファイルに対応しているかによって選択する。対応ソフトには、ダービースタリオンシリーズやタクティクスオーガ、RPG2、クールなどがある。 スーパーターボファイルモードでは容量次第でデータを複数保存できる。ゲームごとにデータの一部分だけを小分けに保存することもでき、例えばダービースタリオンの場合、牧場のデータと対戦モード用に登録した馬データは別個となる。従来のようにターボファイル側のスイッチ操作によるバンク切り替えがなくなり、ゲーム画面上で選択して記録、読み取りを行う方式になったので、 操作がより簡便化された。ターボファイルモードでは従来と同じくターボファイル側のスイッチ操作によるバンク切り替え方式となる。バンク数はターボファイル2と同様4バンク。ただしファミコンと接続することは不可能なのでスーパーファミコンの対応ソフトにしか使用できない。ターボファイルギガバイトは2000年発売のゲームボーイ、ゲームボーイカラー対応のターボファイル。 RPGs クールギガバイトでは、これがないと他のユーザーに自作のゲームをプレイしてもらえない。メモリにフラッシュメモリを採用し、電池は動作用。サイズ 79X120X30。ターボファイルアドバンスは2002年発売。アスキーのゲーム事業撤退に伴う周辺機器事業譲渡により、本機より発売元がサミーへ移る。 ダービースタリオンアドバンスや RPG2 クールアドバンスに対応。実は両者ともにハード自体は同一でありターボファイルギガバイトでも対応 GBA タイトルで使用できる。ありがとうございます。